Hey guys, Thanks for checking guys! for out クリスの部屋今日もね、クリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございますいや日本に戻ってきましたちょっとメキシコとアメリカに行っててねやっぱり僕は日本が大好きです no, でね具体的になんで好きなのかっていうのがちょっと見えたんだよね,ねそれはやっぱり日本に住んでる人たちの思いやりが深いんだよねその 人に対する心遣い。ね、愛っていうのが本当に深いんだってよく感じました。でね、なんかちょっと面白いんだけど、アメリカにもすっげえいいのがあるんだよ、いっぱい。で、僕がアメリカで大好きなのは。なんかね、そのみんなが同じレベルっていう感じなんだよね。なんか誰かが偉いっていうのが。あんまりないんだよね。なんか普通にファミレスとか行くじゃん。 でファミレスに行ってなんかウェイターとかウェイトレスの人が出てきて「Hey! How are you?」みたいな「元気?」みたいな感じで,でお客様も「うん元気だよ」みたいな感じで「今日何が美味しいのうん今夜はこのメニューがスペシャルでちょっとも美味しいわよ」みたいな「これが美味しいよ」みたいな感じでなんかスポーツショップとかね普通のお店に行っても「Hey!」みたいな感じでなんか同時みたいな感じがすごいあるんだよね。で僕思ったののはなんか日本のファミレス にたまに行くとさ、まあ、ラ,ーメン屋ラーメン屋さんは分からないんだけどなんかよく日本のレストランとかに行くとなんかお客さんでさ「すいません」すいません」みたいな「ちょっとこれこれこれお願いします」みたいな感じで超上から目線にウェーターとかスタッフに話す人っているじゃんだからそういうのがあんまなかったんだよねないっちゅうかで多分アメリカのクールなレストランとかショップでそういうのをやられたら多分 それマジルール違反で中には店員さんであんた出てくださいっていう人も出てくるぐらい違ったっていうのが僕の印象に残ってたんだよ。でねやっぱりそのなんていうのかな海外の「Hey, we're all the same you」know? みんな同じ船に乗ってるんだよって、ね、そういう感じでお互いに話せるような感じプラスそこに日本の心が入る思いやりね。 心遣いいみたななのを入れるるとねマジ世界爆発するんじゃないかなってて感じていますちょっとねやっぱり2018年みんなでさちょっとさ世界良くしていこうよ今年こそ本当にちょっとでもいいから本当にいいことって広がっていくからちっちゃいことでも本当にエネルギーみたいに流れていくからねあの石を湖に投げるとリプルができるじゃんボーンってで1人にいいことやったらねその人が次の人。 まあ二人に言うかもしれないそうやってパン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 ってやって悪いことが起きてるよりもっといいことが起き始めるようになったらもう51%でいいからねそうすると世界がもっと本当に良くなっていくっていうのは間違いないと思うんだよね。でぜひですね困っている人がいたら声をかけてあげる、ね、レストランに行ってちょっと落ち込んでいる店員さんだったらその人に笑顔を見せてあげる声をかけてあげるいうことをね ぜひちょっとみんなと一緒にやっていきたいなって思ってるんだよねでもさ声をかけるっていいうの意外と難しいんだよねだって知らない人に声をかけるみたいな感じじゃんでも実際に声をかけるっていうことができるようになると意外と知らない人に簡単に仲間になれると思うんだよねで僕実は人に声をかけるっていうのがめっちゃ苦手なんだったよ。で昨日ちょっとと友達と あの渋谷にいてミーティングしてたら「クリスさ声かけるのめっちゃうまいね」って言われて「えそうかな?」と思って「いやそうだよだってコンビニ行ったらみんなさ名前覚えてるしなんかあのコンビニでこの間9時当たるのやったら店員さんが当たるまで全部弾いてくれてたじゃん」とか「レストランに行ったら名前で覚えてくれてるし」って言って「えそれ普通だよ」って言ったら「いやそれ違うよ」って言って「あそっか」って思ってたのねえじゃあなんでそうなんだろうって思ったら「 前回ね僕24歳にやってたトレーニングのこの3週間やったトレーニングが結構僕の人生を大きく変えたんじゃないかなって思い出したんだよね。で今日はちょっと僕がその時に24歳にやった時のトレーニングこの3週間かかったんだけどそれをちょっとみんなとシェアしたいなって思ってたんだよね。で何をするかっていうと朝ね3回 通勤中とかに挨挨拶拶ををすするるんだよそう挨拶をするので例えば通勤中とかに、ね、誰かいると「おはようございます」で声をかけるそれだけなんだよね。でそれを1日朝3回やってそれを3週間続けるの。で不思議にこれをやると結構人に気軽に声をかけれるようになるんだよね。 で最初具体的にどうやるかっていうと一番やってもらいたいのはね通勤中とかにおばあちゃゃんんとかいるじゃんちょっとこれさ昭和っぽいっていうかさなんか日本の元気っていうか心みたいなのが入ってていいのもちょっとおかしいかもしれないんだけどおばあちゃんとかさいるわけよ家の外で掃除してたり植物に水あげてたりねおばあちゃんたちいるよね。そういういおばあちちゃんたちに 思いっきりなんか昭和の元気な声で「おはようございます」とか言ってみるわけよ。マジでそうするとおばあちゃんとかも「おはようございます」おばあちゃんはね「おはようございます」とか言ってくれるわけよ。で今度おじいちゃんとか散歩してるおじいちゃんとかいたら「おはようございます」って言うと「おはようございます」とか言うわけよ実際に。でそこでなんか機嫌がよくなって相手も機嫌がよくなって本当にその街のバイブレーションみたいなのも朝のバイブレーションがよくなるんだよね。 で今度そのおじいちゃん、おばあちゃんが終わったら次のレベルはなんかワンちゃんをサポートしているおばあちゃんとかお,年、まあ、あのおばあちゃんまではいかない女性の人たちいるじゃんそういう人たちにおはようございますって言うとそういう、ね、女性の人たちもおはようございますみたいな感じで声をかけてくれるんだよね。でこれをおばあちゃんのレベルと、ね、こういうような人たちのレベルと今度通勤中のサラリーマンとかサラリーウーマンとかに 声をかけけてみるわけよここがまた面白いんだよ、ね、で本当に中には「おはようございます」って言ったらもう無視する人も出てくるんだよね「うあ何だろう?」ってで中には「おはようございます」ってで面白いのは中には「あおはようございます」ってあ「あなたのことを探してみました <laughs> 探してました」みたいな人も出てくるんだよね。一回ね面白いのはあのー、南青山に住んでた時 あの六本木ヒルズの周りに中国大使館っていうのがあるわけよでそこに毎朝もう本当に30人ぐらいの警察のお兄さんたちがいっぱいいるわけよねで一回チャリ乗っててちょっとさあ拶してみようって思ったわけよで最初なんか10人ぐらいのさ警察のお兄さんたちとねがいてチャリ乗りながら「おはようございます!」って言ったわけよ そしたらなんか15人の警察官がパーって立っておはようございますみたいな感じで思いっきり元気で挨拶返してくれておおってなってで今度ちょうど大使館の前に20人ぐらいの警察官の人たちがいてすっげえみんな元気でなんかやってるからよしもう一回いけるかもよと思っておはようございますって言ってたらそこもみんな全員おはようございますみたいな感じですっげえいい元気の,その朝のね挨拶を返してくれたんだよね。 でなんかこの「おはようございます」っていうのは、まあ、アメリカで「グッドモーニング」っていうね「グッドモーニング」って言うかもしれないんだけどなんかこの日本で「おはようございます」っていうのは本当になんかちっちゃい大きな宝だなって僕は感じてるんだよね。で本当にこうやって「おはようございます」って人にお気軽に言えるようになってくるとなんかね 普通にコンビニ行ったら、へ、hey, い、こんにちはみたいな、こんにちはみたいな感じで声もかけれるようになるし、レストランとかに行ったら、こんにちはみたいな、なんかね、多分ね、営業やってるんだったら営業力めっちゃアップすると思うんだよね。こうやって気軽に知らない人に、いい感じで話せれるようになる。という感じなのでね、ぜひですね、2018年、ちょっとね、ああの楽しいチャレンジみたいな感じで、3週間、もう本当に1週間だけでも、1日だけでもいいんで、ぜひ朝、 3回ですね、もうできればお年寄りの人から、ね「おはようございます」って声をかけてみようぜでねこの「おはようございます」っていうのをつかめるようになる、ね、おじいちゃんとのおばあちゃんとの「おはようございますと」と普通の通勤中のサラリーマンサラリーウーマンの人たちの「おはようございます」でこの返事の違いとかがつかめるようになってくると今度ね「人を褒める」っていうところで入っていくのがいいと思うんだよね。 例えばレストランに入ってちょっと落ち込んでる店員さんがいたらちょっと声をかけて会話してで褒めてあげるで褒め方は別のビデオでね結構具体的にあの説明してるんでそのあの褒める方法っていうすごい簡単に人,が人を褒めれるようになるっていう方法もありますのでぜひそのビデオもチェックしていただければリンクつけるので幸いです年 世界良良くくなるくなるるよよ毎年と思う,よ本う本当にこれから本当ねみんながこういうビデオを見てくれてるか、ね、おかげでみんながこういうやりたいことをやったりねこうやって勇気を持って自分の幸せを選んでいく人たちが増えていってでそういう人たちが輝いていくと他の人たちもねわあ俺もできるんじゃない私もできるんじゃないかって思ってねちょっと人に優しくなったり、ね、人を大切にしたり自分を大切にしたりってね ね、本当にね今年はいっぱいそういう自分を大切にしたり自分がもっと幸せになるような感じのねテクニックとかいろんなメンタルのメンタルがトレーニングメンタルが強くなって自信が強くなるようなやり方とかもねシェアしていきますので私もどうぞよろしくお願いいたします Alright, I am so happy to be back in Japan!、ね クリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございます !Alright, I love you guys and I will see you in the next video! ありがとう